ご存知、京都は小さな地図で台湾公園最高峰で一つ前の談話を発表。今回は八重市総統の代理としてドミニカ共和国を訪れ、16日に首都サンドミンゴで行われる両国のラミンド・メディーナ大統領の就任式典に出席、その後はベリーズに移動し関係強化に努めると述べました。ご総統は今回の外遊は中華民国と友好国との誠実な友好を示し、同時にドミニカ共和国との間で進める食糧分業協格の設備の視察、またベリーズでは協力している中央農業政策の運用の視察などを行うと述べました。ご副総統は中華民国は多くの先進国の